ハーフタイムとは、サッカー、バスケットボール、ラグビー、アメリカンフットボール、アルティメットなどの時間制競技の一部にある、前半と後半の間に取られる休憩時間のこと。サッカーなど多くの競技では前半と後半の試合時間が同じであるが、アルティメットでは、半分の時間を過ぎた後に得点が入るか、もしくは設定された点の半分が決まらない限りハーフタイムにならないので、 流動的となる。サッカーの場合、大会規定によって定められる。J リーグでは、2014年シーズンにより、NHK 中継がある場合、及び民放地上派での中継がある場合において、適用される場合を除き、前半終了から約15分のハーフタイムを取る。ハーフタイム15分確保が導入される。2013年シーズン以前は全試合で、 後半開始時刻は前半開始の60分後と規定されていた。通常は60分前半45分前半アディショナルタイムとなる。ただしアディショナルタイムが5分を上回った場合はその超過分だけ後半開始時刻を遅らせることができる。2014年シーズン以降も前日の中継がある条件の場合はこの規定が適用される。バスケットボールでは 国際ルール NBA ルールのどちらも15分を採用している。B リーグでは15分20分のどちらかとなる。その他の競技では大体いいハーフタイムは10分くらいである。アメリカンフットボールではハーフタイムの他に1から2球及び3から4球の間にサイドを入れ替えるために5分程度のクォータータイムを取る。ありがとうございます。